日は幕張のイオンに来ました。なんで幕張に来たんですか？おりょんちゃんがヒントをくれました。何でしょうか？何ですか？今日はですね、夏休みにキャンプするためにね、道具を揃えに来ました。まあ、道具揃えるっていうか、ちょっと先走って見に来ただけなんだけどね。そうそう、マシュマロとかそういうの買って。まだ早いだろっていう買い物ばっかじゃない、これ。まだこれぐらいしかちょっとあれなんですけどね。はい、まあ、ということで、まあ、幕張はね、すごいキャンプ用品っていうかさ、いっぱいあるんだよね。うん、まあ、一通りちょっと見て、はい、まあ、本格的にやるっていうあれでもないんだけど、とりあえず今回はまあね、あの旅行とかにも行きづらいというか、なのでね、あの初めてキャンプということで、はい、はい、見ていきましょう。はい、撮影した。何これ？こうやるとさ、色が変わるやつ。へえ、あ、火と火をね。すごいね、いろんなものがあるんだね、ひみちゃん。で、一番面白いっていう。へえ、ね。すごい。これごと焚き火の中に入れちゃう。うん、面白そう。ほら、マシュマロいっぱいあったこと。そう、すごいっていうのは、そうだそうだ。これね、やりたいのね、マシュマロね。うんうん、すごい、木に刺さってる。なんで今日やるの？試しにってこと？いいよ、カラフルな。今日やるんですか？これ挟むのか、このビスケットね。何木で焼いてるの？木燃えちゃうじゃん。今日やるの？食べたい。食べたいんだね。ちょっとやってみる。じゃあやってみる？練習するの。やってみたい。長い、すごいね。でかーい。取れちゃう。取れちゃうの、ここ引っ掛けるだけ。触れるし、うん。これすごくない？すごいね。すごいよね、これ。うん。アイスクリームが約7時間保存可能。へえ。すごいね。溶けないのかな。すごいね、これ。ね。欲しい。しかもコンパクトになるんだ。ぺちゃんこになる。すごいね。すごい。これはいいね。ね。やっぱ大事だよね。氷っていうか冷たいもの。こっち13時間。本当だ。ちっちゃいの。ちっちゃい。ちっちゃい方が保温力が大きいのね。いいね、これね。いいね。うん。まあお値段は張るけどね。どうですか、座り心地は？グッド。グッド。はい、ダイソー行きますよ。はい、ダイソー。何それ？コップ？スープ。あ、スープ皿。うん、寝袋まで売ってる。寝袋はさ、1000円で買えちゃうんだよね。寝袋1000円、うん、炭が売ってる、炭。バーベキュー用スープ。おー、あー、火燃えるやつね。固形燃料は別売りかな。その固形着火剤があるよ、着火剤。あの旅館のあの、あ、鍋をやるとき。あ、売ってんだね、固形燃料。お鍋とかで使う。これとこれでできた。これとこれでマシュマロ。うん、うん、マシュマロ。ちっちゃい。家でどうしてもマシュマロをやれっていうの。出るけど。
そう、マシュマロ串売ってるじゃん。しかもね、ここでね、伸びるからね、うん、めっちゃ長くなる。長い方がいいよね、うん、いいかもね。雰囲気出るかな、こういうの買った方が、うん、出るかもしれない。まあ、普通の串もあるけどね、バーベキュー串もあるけど、バーベキュー串でもいいけどね、普通に。どうする、でも2本あった方が安定するかな、うん、まあ両方買う100円だし。そうだね、100円でしょ、うん、どっちが、どれ2本のマシュマロを刺すか、これ1本1本こっちがいい。1本だと落ちちゃうのか、溶けて。あー、うん、2本の方が安定なんだろうね、うん、じゃあ2本のにする。うん、移動中は小顔マッサージですか。そうですね。人多いですね。隙間時間にマッサージ、時間を有効活用してます ね。アニメとか見てる時もマッサージしたいなと思うんだけど、見、うん、入っちゃってなかなかできないんだよね。あ、こういう時に真っ暗になっちゃった。なんか久々にね、コストコの幕張に来ました。はい、なんかここほら駐車場がさ、うん、ね、すごい渋滞でよく混んでるよね。混んでるんだよね。でも今日はね、流れる。いつもすごい並んでるんだけど、ね、並んでたらね、やめようと思ったんだけど、案外流れる。ね、なんでだろう。夏休みでみんなどっか行ってんのかな。うん、それかずっと家にいると。ああ、それも考えられるね。ね。でも一応まだ緊急事態宣言は2日からだからね、8月。このさ、なんとか菌をさ、うん、ほぐすとさ、いいって。あ、そうなの。あ、また暗くなっちゃった。ああ。バイバイ。真っ暗で見えない。コストコに来ました。イエーイ、行ってきます。行ってきます。なんか撮影日だから、ね、そう、撮影できないんでね、はい、バイバーイ。バイバーイ。コーラをいっぱい買った。じいちゃんはパンと運んで、シナモン。あれ何だろう。どうもらったの。うん、こんな感じです、うん、今日はちょっとしかね、買いませんでした、はい、車なのでね。あ、車っていうか、これからちょっともう一軒行くので、冷凍とか一切ね、買いませんでした。はい、はい、じゃあ閉めてください。どこかな。よし、ちょっと桃見せよ。今日はすき焼きです。はい、久々に来たね。うん、久々に来た。めっちゃ美味しい。久々のすき焼きは美味しい。どう、美味しい。お刺身も来ました。お刺身もあるからいいよね。お刺身じゃ、お寿司ね。ね、お寿司、お寿司も美味しいよ、なんかね。大体さ、うん、こっちがメインだとさ、お寿司は少なくなりがちだ。ここお寿司も美味しい。そう、お寿司も美味しいよね。本当にね、困るよ。はい、最後本屋来ました。はい、ちょっと買った。なんかポイントが溜まってたので、ポイントで買いました。 T カードのポイント。はい、じゃあ帰りましょう。はい、帰って今日は LINE ライブするのかな。ちょっと配信しようかな。ちょっとだけね、したいと思います。今日7月最後なんで、はい、じゃあ帰りましょう。帰りましょう。